していただく皆さんは地元盛岡の JR グループのメンバーで構成されています。今日は感謝の気持ちを込めて一生懸命演舞します。私たちの熱い踊りをご覧ください。また8月開催される盛岡さんさんにもぜひお越しくださいとメッセージをいただいています。それでは JR 盛岡さんさんプロジェクトチームの皆さん、よろしくお願いします。皆様こんにちは。私たちは先ほどご紹介いただきました JR 東日本盛岡さんさ踊りプロジェクトチームと申します。どうぞよろしくお願いします。まずはじめに一言、この度の平成30年7月豪雨につきましては甚大な被害が発生いたしました。 JR 東日本グループ社員を代表し亡くなられた皆様方に哀悼の意を捧げますとともに、被害に遭われた皆様方に謹んでお見舞い申し上げます。被災された皆様が一日も早く普段通りの生活を送ることができますよう、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。さて、踊る前にさんさ踊りとは一体どんなものかちょっとご紹介させていただきます。さんさ踊りの起源は安政時代から受け継がれておりまして、諸説ある中では盛岡市の三石神社に伝わる三石伝説が有名でございます。昔昔、南部盛岡城下に羅刹という鬼が現れて人々さを悪さして暴れ乗りやした。困り果てた人々は三石神社の神様に鬼の退場を祈願しやんした。願いを聞き入れた神様は鬼を捕らえ、二度と悪さしねえよう誓いの証として鬼に境内さある大きな水石に手形をさせやんした。鬼は退散し、喜んだ人々は神社の周りをさんささんさと踊って、さんさの始まりに始まったんだとさと言われています。余談ですが、岩手の地名はこの三石神社の石に手形をさせた岩手というのが由来と言われております。その後さんさ踊りは8月の14日から16日のお盆の間に先祖の供養とか門付けという踊りで盛んに踊られました。伝承過程で名称や装束、踊り方がたくさん作られて、独自の型が芸能として編み出されました。現在では各地に伝わる踊りを基本に4つの踊りを毎年盛岡の開催いたします。盛岡さんさ踊りで踊られるようになりました。さんさ踊りの掛け声でさっこらちょいはやっせーっていうのがございますけれども、さっこらを漢字で表しますと、幸を呼び寄せる、幸を来いという意味でございます。それからハラハラハラせーっていうのがございます。こちらは厄を払うという意味でございます。
本日は皆様に幸の踊り場訪れますよう精一杯踊らせていただきます。それでは最初に東郷三佐七夕くずし2番続けてどうぞ。ありがとうございました。ここで、三層踊りのちょっと装束について、皆様にご紹介させていただきます。まず太鼓です。こちらの今太鼓内が背負っている太鼓ですけれども、直径が約50センチございまして、重さが6キロから7キロございます。お近くの皆様ぜひちょっと手に取って重さの方ちょっと体験してみてください。盛岡の8月の山荘踊りではこの太鼓を背負って約800メートル行かれるようにします。はい、ありがとうございます。続きまして、腰に下げております腰帯です。またはこちらの下げと言っております。5色あるいは7色、地域によっては7色というところもあるんですけれども、こちらですね、よく練り上げ式とか
あと鯉のぼりなんかにもございますけれども、厄を払う意味がございます。悪鬼とかそういうものを払うという意味があります。最後に頭にかぶっている傘でございます。赤い花傘でございます。こちらは、昔は、先祖供養とかを兼ねていた頃は、白い蓮華の花、それから、神傘に蓮華の花を模したもの、そういったものをかぶっておりましたけれども、現代になりましたからは主に、まだ白いのも残っているところもありますが、朱色のボタンが、今朱色となっております。以上、装束の場面でございました。ありがとうございます。続きまして、最後となりますが、エアサ踊り、それから、皆様に福が訪れますよう、福を呼ぶ踊りと書きまして福踊りといいます。2番続けてどうぞお聞きください。
立校上野城コーチも今でも、上野英樹さんと一緒に、サンタ踊りのパレードを開催いたしますので、ぜひこちらの方もお